グラブタクシーですとかウーバータクシーっていうのはですね、警察に検挙されると、このバスの運転手なんですけれども、棍棒を振り回して乱闘騒ぎになったと。ベンツの運転手はですね、救急車の行く手を塞ぐ中指を立てたと。気を失う寸前にですね、保険会社に電話したそうなんです。はい、タイラクのもとです。今回はですね、タイにおける交通事情、運転事情などのニュースを取り上げながらですね、ちょっと困った話なんかもですね、ご紹介していきたいと思います。まずはですね、バンコク大学によるですね、世論調査、今年のですね11月に行われたようなんですが、今ですね、世界的にですね、グラブタクシーとかウーバータクシーなどといってですね、スマートフォンなどからですね、アプリからですね、呼び出せると。で、英語も通じるということでですね、海外旅行者などの間でもですね、大変重宝されているのではないかと思います。タイにおいてもですね、同様の状況があるんですが、ただですね、このグラブタクシーですとかウーバータクシーっていうのはですね、タイではですね、強いて言えばですね、グレーゾーンで来ているという状況がありますね。グラブタクシーなどを呼んで乗車して、で、走ってる最中にですね、運転手が警察に検挙されるというようなこともですね、実例として起きておりますからね。ただ一方、利用者はですね、こういうものはいいと。そこで今回の世論調査でもですね、およそ7割の人がですね、こういうものを利用したいと。ただ2割ほどはですね、どうしてもそのインターネットを使って呼ぶというのがですね、ちょっと面倒だなと、とっつけにくいなと、そういう回答もあったようなんですが、この辺はですね、世代別でももしかしたら分かれているのかもしれませんよね。グラブタクシーやウーバータクシーっていうのはですね、あくまでですね、登録してないとダメですからね。そのタクシー法、事業法というのがあると思うんですが、日本でも同じだと思うんですけども、それに登録してないということでですね、違法だということで、検挙される罰金の対象になるということなんですが、それに加えましてね、やっぱりその地場のですね、元々のそのタクシーですとか、場所、地域によっては、例えばソンテウが回っているような場所、そういうところではですね、やっぱりそのお客の取り合いということでですね、従来のタクシーやそういう運転手たちとのですね、いざこざも絶えないと、いうこともあるわけですね。ただ利用者からはですね、やはり特に外国人なんかからはですね、英語が通じるということでですね、呼ぶにしてもですね、でどうもですね、やっぱりその料金も明瞭でですね、あとはその運転手のマナーも良いということでですね、好評なわけです。そこで観光立国のタイとしてもですね、やはりこれは看過できないと、ある意味ですね。タイ政府もここに来てですね、配車サービスを合法化しようじゃないかという動きが、あるようですね。来年の3月ぐらいに向けてどうも動いてるんじゃないかろうかという情報があります。これはですね、最終的に決定するまでね、何とも言えませんので、またそういう最終的に決定するという話が来ましたらね、またご紹介したいなと思います。なんといってもですね、こういうものがある背景にはですね、その外国人のみならず、タイの人たちもですね、利用したいという声が先ほどの世論調査でもですね、たくさん上がってるわけですけれども、それにはやはりバンコクの運転手のですね、マナー質がですね、問題視されてるわけですね。例えば今回のこのバンコクのバスの運転手なんですけれども、車掌ら含めましてですね、数人がですね、棍棒を振り回して乱闘騒ぎになったと。で、バスはですね、そのまま路上にですね、放置されたままの出来事で、現場一帯は渋滞、騒然となったということなんですね。この原因はですね、運転上のトラブルと、おそらくその道を譲らないとかですね、邪魔だとか、なんかそんなようなレベルの話だと思うんですけども、警察から呼び出しをされた運転手と、それからですね、車掌らですね、それぞれ1500バーツ、それから2000バーツの罰金、を課せられたということなんですけども、こんなもんなんですよね。罰金といってもですね、日本人から見るとですね、相当低いというかですね、タイ人から見てもこういう事件が起こるたびにですね、罰金が低すぎるんじゃないかとよく言われてますけれどもね、そういうことで後を絶たないのかもしれませんが、
ただこれをですね、じゃあやたらめったら厳重に取り締まったからといってですね、じゃあ今度は、まだインフラもですね、まあ着々と電車なんかもバンコクできてきてますけれども、まだまだ足りないという状況の中で今度運転手が減るというのもですね、また問題なのかもしれませんが、はい、こんなようなニュースがですね、まあこれだけじゃなくて日常茶飯事にあるという状況ですね。うん、それから次、タイでベンツの運転手がですね、救急車の行く手を塞ぐということでですね、まあこともあろうかですね、行く手を塞ぐのみならずですね、窓からですね、運転席側から窓から手を出してですね、こう出して中指を立てたと。まあ今ドライブレコーダーがみんなどの車もついてますんでね、それで撮影されて、それが投稿され、そしてニュースでも取り上げられたという状況ですね。まあナンバープレートもしっかり映ってますんで、検挙されるのではないかと言われてますが、こちらはですね、SNS に投稿されてもはっきり映ってますね。なぜこういうことをするのかよくわかりませんけどね。まあサイレンを近づいてきてですね、道を譲ってほしいという救急車に対して邪魔だと怒ったんでしょうかね。まああまりタイの救急車はですね、日本のようにですね、マイク、拡声器を使ってですね、そういうことはあまり主張しませんけどね。まあで、この SNS 投稿にはですね、タイ人からも多くのですね、非難の声が上がってます。まあタイではですね、私日本人から見る上においてはですね、その救急車両が来た時のですね、譲るその、なんて言うんでしょう、厳格さというかですね、それがちょっといまいち足りないんじゃないかなとは思うんですが、ただですね、それでもやっぱりその、譲るというのはもう法律上決まっていることですから、タイでもですね。まあ SNS に上げられたコメントをちょっとご紹介していきますと、まず海外在住タイ人女性、救急車両に道を譲るのは世界の常識です。しかしタイでは時として道を譲らない運転手を散見します。道交法を公に明確に知らしめる必要があると思いますということで、まあタイ政府もですね、結構そういう広告は打ってるんですが、なかなかですね、そうこういう不届き者が減らないという現状もあるようですね。はい、次、バンコク在住の女性ですね、罰金500バーツだなんてと言ってます。まあ結局この運転手なんですね、罰金500バーツが課せられるということなんですが、まあ先ほどのですね、乱闘のバス運転手もそうですが、こういう交通運転のですね、罰金がやっぱりですね、安いんですね、日本人から見まして。そしてタイ人も同じく安いと言ってるわけですよね。まあですから、この辺もゆくゆくは厳罰化の方向で動いてくるんではなかろうかというふうに思いますけれども、次のコメント。まあ同じですね、タイ人男性、500バーツの罰金とかがまあ多すぎますと言ってますね。次のコメントですね、タイ人男性、警察も触らぬ神にたたりなし、誰も手を出せませんと、かっこ嫌味ですと言ってますけれども、そうなんですね。タイではですね、特に政府やですね、警察にコネの強い金持ちなどをですね、敬遠する嫌いがあるわけですよね。争っても負けてしまうということで、過去からのですね、悪しき習慣がですね、まあ未だに風潮としては残っているように私も感じます。はい。なのでベンツなんかはですね、まあ日本でもそうですよね。私が日本にいた頃は特にですね、例えばベンツなんかはですね、要は反社の人が乗ってるとかですね、あるいはですね、ぶつけて、事故でも起こしたらですね、その車が高いもんですから、弁償が大変だとかですね、まあそういうことで敬遠してたりするということを、まあ私若い自分はですね、記憶がありますけれども、はい、次ですね、中年男性、道を譲るのがそんなに大変なことでしょうか？知性、教養、社会的立場など何もないのでしょうか。子供の時それを教える親や周囲の人は誰もいなかったのでしょう。ということでですね。まあこれはですね、日本的に言うと親の顔が見たいということでしょうかね。感性が日本人と似てますね。はい。次のコメント、バンコク郊外のですね、在住タイ人男性ですね。要は精神的に問題を抱えている人でしょうと、言ってますね。ちょっとおかしいと、この人は。頭がおかしいとはっきり、言えばですね、そういうことを言いたいんだと思います。はい、次のコメント、タイ人女性。この人の職が本当に運転手なら、まあ年内に職を失うことでしょうと、言ってますね。はい、次のコメント、同じくタイ人女性。
これは会社の担当責任者も解雇されると思いますと言ってますね。まあ、これもですね、やっぱり日本的なですね、感性に近いですよね。はい。次のコメント、若いタイ人男性、どこの国の話でしょうかと。わざとこういう言い回しをしてますね。救急車を妨害するなど、人を殺すのに等しいですと言ってますね。まあ相当怒ってますね、この人もね。次のコメント、海外在住、タイ人男性、高級車を運転して気が大きくなっているのでしょうと、いうことですね。まあこういうコメントがですね、続きました。はい。ということでですね、日本の人がですね、特にタイに駐在さんなんかでね、ちょっと来てる人がですね、救急車両をですね、タイ人があまり避けないんじゃないかなということで、ちょっとですね、怒ってる人もいるかもしれませんけれども、決してですね、タイ人もですね、こういうものを良しとしているわけではなく、みんな怒ってるわけですね。ただ、こういう事例、性質の物事ですから、例えば、救急車が通る道を譲らないというのはですね、まあ、ガラッガラのとこだったら道譲るも何もなくてですね、救急車はすっ飛ばしていくわけですけれども、まあ、道を譲るという状況の中では、ある程度、車両が、交通量があると、あるいは渋滞しているというところですんで、一人でもこういう不届き者がいると、もう先に進まないわけですよ。そこでやっぱりその救急車両がせき止められてしまうと。いうことですんで、まあ、バンコク、タイでもですね、もうほとんどの人はですね、まあ、8割、9割、私の感覚ではですね、譲るという感覚を持ってるんですけども、中に1人でも2人でもいると、こういうことになってしまうという現状ですね。まあ、そういうことを考えますとね、やはり日本のですね、交通マナーというのは、私から見てもですね、記憶の中にあるのはですね、まあ、救急車両が後ろからちょっとでもこう、聞こえますとね、一斉にもう潮を引くようにさーっとこう左右に分かれますよね。ああいう素晴らしいですね。やっぱりタイ人が言うところに日本人の規律、規則、道徳心というところなんだと思いますね。はい。はい、最後のちょっとニュースなんですが、これはですね、ちょっと難しい、切ない、何とも言えないニュースなんですけれども、バスのですね、運転手さんなんですね。いつものようにですね、朝運転前にですね、バスをこう掃除してたらしいんですよね。そしたらですね、この運転手さんはですね、69歳の運転手さんだそうなんですが、突然ですね、バスがスル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 こう、なんで、角度が、傾斜がついた場所だったんでしょうかね。スルスル動き出してしまったということで、バスの運転手さんはもう慌ててですね、こう止めに入ったんですけども、当然引っ張れませんよね、後ろからね。ということでですね、クッとこう持てばですね、なんとかそのバスは止められることはできたんですけども、元にこう引き戻すことなんてとてもできなかったということでですね、力尽きて最後はそのバスがスルスル動いて、その停留所にある建物にですね、激突してしまったと。そして運転手さんはですね、この心臓病でですね、気を失ってしまったと、いうことなんですよね。で、その気を失う寸前にですね、この運転手さんはですね、どうも保険会社に入っていた、電話をしたそうなんです。はい、自分の病状を伝えたんじゃないかなと思うんですけれども、ただ残念ながらですね、その後ですね、意識を失うままですね、亡くなってしまったと、いうことなんですよね。で、これについてですね、結局この亡くなった運転手さんの奥さん、それから保険会社、警察、それから検視をした病院などをですね、の間でですね、ちょっと物議をかましてると、論議になってると。要はこの場合ですね、保険が認められるのかどうかということなんですね。非常に際どい、難しいですね、話だとは思うんですが、まあ、結局ですね、この辺、なんて言うんでしょう、その労働、そのバスを止めてですね、要は勤務中だということでですね、労災になるのか、あるいは持病のですね、心臓病で亡くなったのか、まあ、おそらくこの辺がですね、論点になるんじゃなかろうかと思うんですが、まあ言ってもですね、タイはですね、他の動画でもお話してますけれども、社会保険とかですね、要はその国民保険のようなものもあるんですが、なかなかですね、それだけでは用が足りないと、まあ、日本の、
ようにですね、国民、日本の健康国民保険とかですね、社会保険なんていうのはもうほとんどカバーしますよね。ですけど、ああいう状況ではないもんですからね、まあ私もタイでですね、会社を持って働いているという上においてはですね、社会保険も義務で入らなきゃいけないんですが、ということで、まあそういう社会保険というのは持ってますけれども、ただそれだけではなかなかですね、結局いろんな意味で用が足りないということで、やはりみんな任意のですね、医療保険とか生命保険に入るわけですけれども、で入っててもやっぱりこういうこともあるわけですからね、やっぱり保険というのは大変ですよね。まあ言っても保険会社というのはですね、商売ですからね、何としてでもですね、もし払わなくてもいいという法的にですね、判断になれば払いたくないということですからね、まあ決してですね、保険会社は慈善事業ではないということですからね。はい。ということで今回はですね、いろいろとバンコクのですね、ならず者、乱闘まで起こす公共バスの運転手とかですね、まあですからバスはですね、私あんまり乗りませんね。安全は安全だと思うんですけどもね、大きいですかね、車体がね。ですから相手がよっぽど大きなですね、同じバスとかトラックに激突しない限り、あるいはですね、地方でですね、ぶっ飛ばしてですね、中央分離帯に激突なんていう事故もありますが、そういうバスに乗らなければですね、長距離バスとかですね、バンコク都内の走ってる分には問題はないと思うんですが、やはりこういう事件もありますのでちょっと避けてますね。まあ最もですね、私もこういう公共のですね、タクシーやバス、電車をですね、乗るような活動をちょっとしてませんけれどもね。はい。それからまああとは旅行者の方ですね、グラブタクシーとかウーバータクシー、まあ利用者側がですね、捕まるということはですね、検挙されるということはないと思うんですが、まあただそういう状況があるとまだ違法だよということでですね、グレーゾーンだという中でですね、ちょっとご利用にはお気をつけくださいと。まあそれからあとはですね、先ほどの保険の話じゃないですけど、まあくれぐれもですね、タイに遊びに来られる方はですね、海外損害保険というんですかね、渡航保険といいますかね、ああいうものを入って、遊びに来ていらした方がいいと思いますね。私でさえですね、まあここから日本に行く場合はですね、こちらで、海外渡航保険をですね入っていきますからね。まあ私日本人ですけど、まあ日本にベースがないもんでね、海外旅行保険を入って日本に行きます。はい、ということで今回はですね、タイの交通事情、運転事情などについてご紹介いたしました。はい、それでは今日の動画はこの辺で、チャンネル登録よろしくお願いします。鈴のマークをタップいただけますと、最新動画のご案内も一目でわかるようになりますので、ぜひご利用ください。高評価ボタンもいただけますと大変嬉しいです。また Facebook、Twitter もやっておりまして、こちらでもチャンネル動画のご紹介、またタイのニュースやレアな生活情報も発信しておりますので、ぜひ見に来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。